もうほんとすがすがしく目覚めるなんて素晴らしい朝なんだということでですね、おはようございます。はい、まさみさんはね、今日はねどこに寄ってこられたんですか。寄ってはないんですけど、寄ってはないです、うん、ちゃんとね、うん、乗るべき電車に乗って、うん、乗るべき電車に乗ったかは置いといて、まあ、8時半にはやっぱ私早めに動きたい人間なので、うんうんうん、やっぱそうじゃないですか、こう9時半集合ですよね、うん、なんでやっぱ現場に早く着きたいと思って、まあ10分20分早く、うんうん、まあ着く予定で、8時半にはまあそうですね、上のあたりにはいたいなと思ったんですよ ね、うん、上のめちゃめちゃ近いです、そうですよ、思ってたんですけれども、まあ起きたらですね8時半だったんですよ、ほらで考え、私のね、そのまあ朝ってそういう時パニックになるじゃないですか、なる、考えたんですよ、今こっからタクシー使ったらと思って、まあ Google 検索して間に合わないと、うんうん、でワンチャンあるとしたら、うん、今から5分で家出て、たら電車乗ったらギリ、9時50分ぐらいに着ける、うん、っていう状態で、うん、最低には間に合うもんね、間に合う、これギリいけるなと思った、まあ、結果ですよ、うん、まあ、別に何かがこうどこか寄って経由したわけじゃないんですけど、うん、先ほどね言われて気づいたんですけど右と左の靴を逆に履いてて、で今は直したんですよね、ランランに言われて、いや、じゃあうちはさ、最初はさ、別になんかすごい、あ、もう夏仕様なんやと思ってたの、そうなんだよね、でもなんか、はい、よく見たらあれみたいな、でなんでこれ選んだかっていうのも他の靴がクイッて入れなきゃいけないやつだったから少しでも時間を短縮したかったので、結果ね、サンダルでしょと思ってサンダル選んだら、私はずっと電車の中もこれで真逆で走ってたわけだし、プラスですね、あの洋服にね、うん、バラつきが今あるんですよね、そう、ランランなんかさ、すごいもう完全にそう、上も夏やん、だからうちこれ脱がなあかんかなと思って、まあ、これもですね、うん、まあ、起きた瞬間にもソファーにあった洋服着ようと思って、ヘッてかけてた洋服をザッて着た時にもう上着との洋服の兼ね合いがもうすこぶる悪くて、で帽子もですね、やっぱ髪を隠せいつも巻いたりしてるんですけど、そんなことしてる時間ないと思って、だって状態で今この状態です。はい、もう全部ね、もう、ま、今マスクで隠してるから、はい、そうなんですよ。で、まあ、気づかれないと思うんですけど、もちろん、うん、あのメイクはこの上しかしてません。どうです？読みのあきら前回読んでくれましたけど。前回すごかったよね。あれすごかったよ。改めてね。でもあれで私自分が普通にプライベートでも仕事でも打ってる時に、うん、そういう考え、あの末尾の考えというかね、うんうん、新しい技を手に入れたので。今日はどうです、今日は、うん、ちなみに今日はね、なんか前回みたいにここが強いみたいなのないんやって、全く、なるほど、そうだからもう本当に通常営業でねっていうところで、はい、まあ、入ってみないと分かんないっていうのが正直なところ、なるほどね、うん、だからどうするかなっていうのは、まだとりあえずやることは、うん、まあ、リセット確認できるやつは確認してみる、はいはい、あとは、まあ、リセットで狙えそうなのがあれば打つし、それはリセットされてたら、まあ、そういう挙動的にありがたいやつを、うんうん、そうそうそう、ダイヤ選ぶってことね、うん、なるほどと、はい、まあ、ダメだったら、まあ、もう100設定値でも 100% 超えるみたいな、うん、お、なるほどね、甘い機種っていうのを売ってみてもいいのかなとは思ってる。やっぱ私、まあ、朝ちょっと失敗っちゃ失敗じゃないですか。いやでも人生で失敗なんてないから。めちゃめちゃ言い訳するやん。人生まだする？まだする？人生なんて失敗ないから、うんうん、そう思うとね、うん、今日笑顔で終われるように。よろしくお願いしますよ。いや本当、本当よろしくお願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、では行ってきます。頑張ります。はい。1台目というかね。この台からスタートなんですけど、ほいほい、この台を選んだちょっと理由を、理由をね、はい、じゃあちょっと説明していこうかな、はい、お願いします。とりあえず、今日店内に入りました、はい、でほとんどの台は、うん、まあ、リセット分かる6号機とかはリセットかかってた、うんうん、で、一応そのリセット狙いで、まあ、今一番狙えるなっていうのが、うん、まあ、セイントセイヤと、まあ、南国育ち、うん、で南国育ちはユリカンランプついてたから、なるほど、まあ、設定変更されてるかもしれないけど、うん、まあ、据え置きだったらちょっと危ないなっていうことで今避けました。わかりました。はい、でセイヤの方は、前に行った人が取ってたんで、まあ、取れなかったと、うん、でちなみにそのセイヤ屋は、リセット恩恵受けて 70% でスタートして、うん、あ、来た、じゃあストップ、お、リプレイだ大丈夫、当たってたもんね。そうそう、せいやは 70% でそのままラッシュに入ったっていう感じだから、まあ狙えることはちょっと少ないかな。でっていうところで、まあ、他にリセット、まあ、1ゲーム目だけ期待値あるとかいう台はいっぱいあるんやけど、はい、まあ、そういうの狙ってもなっていうのもあったんで、なるほど、
とりあえず、まあ、ここのホールさんが大事にしてそうかつ、まあ、設定1でも甘いって言われてる。あ、それこぼした。うん、こぼしたけど、まあまあ難しいのよ、まあ、設定1でも、まあ、甘いって言われてる日暮らしで、はい、やっていこうかなと。うい、お、シガーあった。ちょっと珍しいね。はいはい、オッケー。黒場違う、白7、オッケー上シャイシャイ一番役。これが A、 これが C。 C まだわからない、ね、あ、あるよあるよ。これが白だな。うん、はい、外れた。おめでとうございます。当たった、当たった、当たった、当たったね。ってことは何を狙う？え、どう判別する？うん、うん、判別するけど、うん、ビタが一番判別早いんやけど難しくって。ビタ難しいね。そうで、この場合どうだったっけな、赤7頭か白7頭か、ちょっと忘れちゃった、忘れちゃったから。じゃあ狙いに行くね、うん、勝手に。とりあえず親城ボーナスだと思っていい？あ、親城はない。え、そうなの？親城はないんだ。これ何なの？日暮らしボーナスしかないの？日暮らしか、富竹か。なるほど。とりあえずどうしようかな。赤7やっけな、それ。赤7行ってみましょうか。うん、赤7、あれこの時代ない？赤7上にある？赤7ね、ここの上にある。うーん、ちょっとね、中押しにしてみて。赤7を、うん、右に、じゃあ右バー狙う。 青か、青、白じゃなくて、あ、富竹ね、うん、富竹の方ね、うん、ノートビタケ、ノーコのトビタケだけど、ちょっとこれはね、うちも一緒に勉強するわ。それやろ、楽しいね。ちょっと覚えてたけど忘れたわ。白、白ね。あ、すごい。じゃあ白か、白、オッケー。なるほど、じゃあトビタケ見てみる？うん、見てみよう。どっちの方がいいの？いや、もちろん日暮らしの方がいいよ。赤の方がいいよ。あ、あ、まあ、いわゆるレギュラーボーナスってやつですか。さあ、ここから何を、まあ、投資が、いや、と1万9000円。オッケー。492ゲーム。じゃあ、とりあえず、まあ、出てくるキャラ、はい、かな、を見る。見る。で、特に狙えとかいうのがなければ、好きに押していい。で、これは赤か白の2択。左側をね、うん、それ外れたりしたらどうなの？当たったらどうなの？当たったらこのメーターが進む、うん、あ、了解です。赤でいきます、うん、正解、よし、うん、あ、はい、高野だ。これね、こっから次、運命、もしもし、はい、オッケー。この次ちょっと回してみて。はい、かけらつむぎっていうのに行くのね、はいはい、で、これで、うん、これのゲーム数をいっぱい引っ張れば、うん、かけら階層っていうのに行くの。そうすれば ART は保証される。かけらが保証される。かけら階層行くと ART が保証される、はい、あ、なるほど。そう、それか、はい、メーターをマックスにするかどっちかなんやけど、さっき高野の画面だったの、終了画面が、うん、そうするとマックスでも34ゲーム頑張れば絶対いけるみたいな感じ、うん、34頑張ろう。これ中押していいですか？中押して大丈夫、はい、ちょっとね、なんかチャンスはチャンスだよ。怖いんですけど。2ゲーム、何、まあ、大丈夫、これ白狙ってで進むのか。よいしょ。いや、緊張してきた。それは落ちる可能性のやつ？ね、ナビが来たら落ちる可能性のやつ。怖いわ。おお、まさか。怖いね。これなんかレア役、レア役。しかもめちゃめちゃ回ってる。白。白どうだどうだ。どうだ。次ゲーム。10分。
レーン貧乏になればボーナス。あいや、ないか、ないか、うん、これで運命分岐モードに。あれこれまたさっきのやつですか。そうそうそう、やばいじゃないですか。いやしかも 10% でしょ。まあ、普通にそう、でもベル押したら、ベルだったら大丈夫だから。右行きますか。はい、白7ですよね。あ、右はね、特にないね。うん、大丈夫で、リップが来なければいいんだよね。上段にリップだったら大丈夫。行きます。上だよね。うん、上中段ね、どっちか。花火みたいなもん。ちょっと待って待って待って、これ怖いよ。何回も見てたらずれてくんのよ。行きます。なんでなの。今の早かったかな。今の早かったの。ちょっと当てますわ。三原さん当てますわ。またあ、え、あ、これ当たったんじゃない。さあ太陽がさ、今紫だったじゃん。ね、当たった当たった。わかんないよ、わかんないよ。では狙ってみよっか。うん、いや、うん、そう、何色ボーナス狙う。とりあえずさっきと一緒にやろう。ちょっと白7、白7、うん、あー早いね。ちょっとね、枠下とかさっきと同じように狙ってみて。下側ね、うん、で、右青7狙って。はい、うわ、そっか、青7これが。左青7狙ってみて。え、マジかよ。はい、はい、これで富武。何？いや、富武が揃ったらなんか、まあ一応リーチ目なんやけど。次何で、まあ青7が滑ってくるってことはさっきと違うから、うん、じゃあ赤7狙ってみる。はい。で、青右狙って。え、富武の可能性考えてんの。そう。ちょっと、せーの、ちょっと、やだ、もうやだ。あ、そう、で、このボーナスが揃った時に、はい、プッシュボタン、プッシュボタン、それ押しますと、左の綿流しっていうところが色変わったと思うんやけど、それで、うん、何でボーナスが当選したかが分かると。で、今紫だから1枚役立ったね、うん、なるほど。さあ、で、また、うん、え、どっち。白白白。 OK、 はい、 OK、 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 勝負する。交代に、交代に選んでいって。あ、そうしよう、そうしよう。オッケー。どっちの方が引ける、うん、引けるとかじゃないもんね、それ。そうそうそう、どっちの方が読めてるか、はい、読みのあきらですから。そう、読みのあきらだからね。私は引きだけでいくから。どっちが2択当てれるか、うん、そう。はい、先どうぞ。赤、怖いね。おっしゃ ー, っしゃー、はい、正解。はい、マサさん。白、よっしゃ。はい、白。あ、イエーイじゃないよ。イエーイとか言って、外したこれ。いや、また私の怖いとこじゃん、それで。ちょっと練習しとこう。ここだよね。今何を狙ったの。白7、うん、右行きますよ。はい、ね、今のは今のは早いね。だって青7下段でしょ、淡くしたでしょ。そう、ちょっと待って、だいぶ早いで、え、ゲロ早いじゃん。そう、ゲロ早いね。え、ゲロゲロ早いじゃん。隣ってここここここって言う。いや、ほんとそのレベル。いや、そしたら打ってよ。そしたら打ってよ。ね、それなら打ってよ。それだと練習なんないからさ。ここかな、来ますかね。だね、もうちょっと来ときません、三原さん。90%じゃん。だからこれナビしてくれるから 90% で、ね、回避を。そう、いける。 まず真ん中押すよ、うん、そう、ほら、回避右だよ。これ何でも狙っていいの。何でもいいよ。 OK、 90% だからね。で、大丈夫、これ普通に言ってもいいんだよね。リプレイ、リプレイ。はい、100。あー、もう怖かったんですけど。これ下段に出る、何これ、うん、なんで下切れるの。え、下パネル消灯したよね、今。消灯した。いや、多分さ、今おかしかったの、てめが。ベルってさ、だいたい右上がり転廃して揃うじゃん、うん、今、右下がりにベルでやったから、ボーナスなのね、多分。え、おー、本当は下パネル消えてる。え、これ白バーでいい。あー、ちょっと待って、なんだこれ、うん、白を
下段ぐらい狙ってみて。はい、白馬チェリー狙ってみて。チェリー、あ、違うな、チェリー違うな、違うな、大丈夫、多分普通に外れてるわ、それボーナスだと思う。あ、リプレイ本当だ、ついた、ここ OK、 なるほど、ボーナスきました、噛み合ってきました、よかったよかった、怖いんですけれども、これってさ、うん、この時もさ、飛びだけボーナスのこのあったね、言ったそばからあったね、飛びだけね、昇格した、やったぜやったぜ、気持ちいいね、今の演出いいね、めちゃくちゃ気持ちよかった、あ、びっくりした、はい、はい、OK、 ナイスです、 OK、 ここでは狙えてんのね、うん、あ、横もあったね、うん、じゃあこれは左リール中段で白7ビタ押し、え、失敗したらどうなりますか、失敗しても枚数的には損しない、メーターが上がんないわかりました、あー早いね、早かった、でここをなんないときは右リールに、うん、上段青下段バーっていう、うわ、塊があるの分かる、分かる分かるけど、それをビタ押し1回でも成功すればいいから、あー、そしたら枚数違うってこと、あ、そう、まずこれだ、 OK、 OK、 あ、わかった、 OK、 これであと適当で、で、このあと、今予告音になった、なった、見た、いや、多分外れやと思うってことは適当で押していいよ、ん、あ、レアベルってやつか、で、なったからビタか、うん、いや早かった、ちょっと早いからどんどんじゃあ合わせていこうな、はい、面白いみたいな感じ、おい、ナイス、あ、サトコから始まったの、これね、うん、矛盾というか、おう、まあ、ちょっと法則崩れで、普通はケイチから始まるの、なるほど、サトコから始まると設定に以上ビックリマーククエスチョンみたいな感じ、お、やっぱ2はあるのかなっていう感じが、私がやれてなかっただけかな、うん、いろんな意味で、そうそうそう、ちなみにこのビックのさ白7、ここ、あ、そうそう、うん、白7ビタ、うん、ビッグ中全部成功させたら、うん、最終ボーナス終了画面でレベル5感染って出るの、いや、それできるとかっこいいなそう、それ出すのが目標かな、あー、なるほど、そういう楽しみ方があるんだ、そうそうそう、この画面で出るんだよ、レベル5感染が、なんか遅くしゅ、うん、大丈夫、いきますよ、うん、あ、そういえばさっきボーナスあった時に押すの忘れたね、忘れてた、うん、さあ、あ、そうだ、これやってたわ、うちはもう終わってる、うん、何終わってるって何、うちもう2回選んだから、次まさみさんのターン、私じゃ白にしよう、よし、 OK、 えら、うま、おお、お、なんかでも、はい、赤いいよ、 OK、 よし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 、ちょっとね気持ち優しめに、やめてくれ、赤、あ、でも白が見えたから白いく、あ、やば、赤にする、 OK、 危なかった、すごい、まさみんここ今3の0で成功してるよ、いいよ、あー、早い、うわ、はい、うち、うん、赤、ダメだ、うち 50% だ、でも続いたね、うん、赤色、そう、赤の時はまあ大丈夫だ、あ、来た、え、で、左を選んだら 75% で50ゲーム、右だとビタ押し、75にしましょうか、やっぱしようか、怖いよね、それからランランこっち押しに来る、いや、大丈夫です、ちなみにここ何狙うの、狙わなくていい、ね、うん、左を選ぶときは何でもいい、 OK、 いきますよ、75取れてるよね、さすがに、どう、取れてるでしょ、 鬼引きさん、いや、鬼引きもやっと起きたと思うんだよ、もうお昼終わったから、本当行くよ、うん、切り開け、おー、成功、よっしゃー、よかった、さあ、あとは一応ね、下パネルが消えるとか、はい、バシバシンっていうフラッシュが来たら子役狙い手順やって、これそのままでいいの、うん、何にもないときはフリーで大丈夫、真剣そうだから、176枚しかゲットしてないんですけど、
いや怖っ、いきますよ、はい、せーの、いやー、まあ、そうだよな、そうだよな、さあ 30%、 ちょっとまあ上げよう、あ、いや買い上げてからの三原明パスにしますわ、やばい、真ん中押しますね、はい、右行きますよ、一回当たってる可能性ってあるんですもんね、うん、回避の可能性あるよ、行きます、よし、ナイス、さらにメーターも上がるからね、よいよいしょ、頑張ろう、粘ろう、もう一回右行きますよ、はい、え、これでもどっちみちビタだよね、うん、どっちみちそうだね、ビタというか2コマ、左に行きますわ、はい、お願いします、三原さん助けてください、席変わった方がいい、大丈夫、よし、あ、寝られると、かっこいい、こういう彼氏ですよね、あ、そういうことか、あ、立ったままってこと、そう、どっちがいい、わかんない、やってみる、座ってみた方がいいよ、やっぱ、やっぱ安全牌取ろう、うちらは今もうやばいから押しちゃうよ、はい、いや、なんかさ、うちさ、こっち失敗するのかなんなのか、こっちこっちだと絶対成功するの、うん、ではですね、ご飯から帰ってきておりまして、三原さんが今ですねお化粧を直したりしているのですが、まあ、ちょっと時間がねあるので先に打っちゃいますね。でこれ、さっきの台の逆です。さっきまで打ってた台は2はあるだったらこっちにもあるんじゃないかってランナーがまあ言ってたので、ちょっと打ってみようという話をしておりまして、まあちょっと打とうと、そんなね、でランナーがね、さっきその運命の分岐の時に白7外しちゃった悔しさで、やりたく、うず、なんかそのスロット魂がうずいたらしくて、ランナーも打ちたいってことだったので、まあ、ランナーが戻ってきたらランナーが打つ、もしくはまさかの後ろ打つかもって言ってたので、まあ、そこは彼女にの判断をね待とう。よし、じゃあ取り返すために私も追ってきます、よろしくお願いします、よし取り返すぞ、打ちたかったんだよね、単純にね、いや打ちたくなるよね、うん、いやーマジで本当二人がかりで取り返すよ、取り返そう、それを面白いです、当たったー、やったじゃんランラン当たったよ、ボーナスね、ノータケ飛びでお願い、あ、飛びタケだった、ごめん、飛びタケだった、でもそこからランランのあれが来るから回避のリベンジが、いる、いやこの台ほんと富武ばっかだね、富武多いよね、主張がさ強いよね本当に富武の、とりあえず運命転落は成功したよ、入ってた、入ってた、入ってたよ、いいねいいね、入ってた、いいよいいね、流れ133ゲーム、私の方はですね3万7000円です、これいこう、じゃあ2000かな、あ、うちは日暮らしでしたね、ナイスナイス、日暮らしの打ち方覚えてる、覚えてるよ、なんかね音が鳴ったら白ナナペだよ、そうで、よし、そうじゃなかったら右側に1回、うん、何の時もない時は黒バーと青ナナの塊をベンってやる、そう、よしベンってやる、あで鳴った場合はですよ、あここ来た、よしよし練習、いいよ練習練習、機械割りをね上げていくために、よし来た、ナイス上手、そうよし
157枚よし。さあここからですね、かけら紬、とりあえずうちは追加します。はい、私は続けます。10さあ、あ、やった、あ、ダメだ、あ、あ、はい、あ、これそれそれだ、もう ART 入るから、入る、目打ちしたくなかったら左、左でしますわ。レベル1、30ゲームか、うん、大丈夫、大丈夫、当てることが大事、まず。あ、1回取ってる。よし、厳しいと思う、うん、頑張ろう、頑張ろう、早くないか、早いね、おった、ナイス、やったナイスナイス、もう一周、よし、ナイス、レベル2、ナイス、いいよいいよ、流れ来てるよ、いきます、なんか一回そのビッグループとかさせたいよね。ね。信じたいんですよ。入ってないんかい。まあしょうがない。10%から。頑張れ頑張れ。粘ろう。お願い。回避だ回避。あれ。右から選べばいいのか。どっちでもいいけどね。よし。の方が狙うところがだもんね。いや、うん、個人的にはね。オッケー。うちなんか右が苦手っぽい。いきます。なんでよなんでよなんでやろうね。なんでよ、ビタ押しはできないね、ボーナスよ。そうなのよ。2、3、お、分かる。こぼしてんな。入ってる？どんな止まり方してた？なんか、うん、スイカスイカスイカみたいな。スイカが外れた？うん。スイカ外れたら白の親白ビッグだから。あ、え？本当？え、何？スイカが外れたんだよね。え、私の中では外れたよ。でも私の中で外れただけで、私の中で外れてるだけでランナー。うん。私が間違えてる可能性いっぱいあるからね。23、お、分かる。頑張れ頑張れ頑張れ、あれ、あー、それはそれはもしかして、私あれ、その白ナナスイカが外れたんじゃなくて、それはね、一番役が外れただけかも。お、よし、うわお、止めたっけ、どういう攻めと思ったんだろう。当たってはいたんだね。当たってはいた、あれが出たから、あオレンジがさ揃うやつ、あー、それいや、それは白頭なんだよ。あ、そういうことね。そうそう、あ、こうだったら狙えるのにな、おかしいよな。56枚、よし、頑張ろう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 、あー、外れた、ナイス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 、こっち行こう。
いいよいいよ。よしよしよし、いいよいいよ。いいよいいよ。来てるよ来てるよ。来てる来てる。あ、諦めに来た。あ、帰ろう。あるんじゃないか。今まででは一番いいよ。これよし、よかった。おー、すごいじゃん。流れが流れが来たね、来てる来てる。ナイスナイス。これは気持ちで狙おう。あ、見たっけ、富見たけめ。富見たけ？富見たけ。うちらマジ本当富見たけばっかだね。富見たけに疲れてしまってるんだけど。疲れてるね。疲れたのもね。さあ150枚ゲット。53枚。諦め。うわ。60%。いきます。あー、ナビされない。おもー、はい、いい音してんな。いい音してるね。おっ、なに、日暮らしボーナスやったぜ。やったよ、ビッグやっといてた。よし練習するぞ。いきなり、いきなりかよ。OK OK、 いい音。よし、よし、まだあるまだある。大丈夫。お、これも偶数設定した。見とく。これな、3人のやつ、うん、女の子がいるやつ。そう、わー、惜しかった。最初のはミスだけだった。いい音してた。一回ミスっただけよ。超もったいない。でも来てますね、流れ来てるね、うん、見えてきてますね。オッケー、上手、乗ってきたぜ。上手だぜ。最後逆襲だぜ。これで入れ。チェリー、いやー、タイミング、タイミング、キャー。これ1ゲーム後だったら90ゲームだったわ。嫌なタイミングでチェリー引いた。 40% ある。わー、うわー、そう、あ、電波が201。まい、そう、お、お、それそれ、めちゃめちゃ熱いんじゃない、その演出。そう、旧日暮らしのこれ演出。じゃあ右、まあ青なら狙って青が揃えば、まあボーナスだよね。あ、ボーナスだね。あ、お、青1500。やった。340ゲーム。よし、よし、あー、つないだ。
来たよ。ちょうど4。あれ違うわ。3、5。あ、いいのか。まるまる4か。はい。はい。今ここだ。おいし、うん、できた。うわー怖っ。これは高野さんだから、うん、34ゲーム粘れれば、うん、かけら回想でもう1個ストックもらえる。はい、34粘ろう。いやあーダメー。頑張ったけどね。17ゲーム。なんかさ、はい、あ、きっしょ。あ、そっか、私ビッグだったわ。うんうんうん、引くで行きますね。うん、引く引きれた。引くで行くんだ。手じゃなくて。いや、間違ってないけど引く。面白かったね、今の。素でしょ今の。素で多分引くで引くでって。いやー厳しい。さあ早くないか。はい、よし。やめてくれ。ランラン。はい。とりあえず右押す。うん、右押そう。よし。いやもうずっと来るじゃん。ベルでしよう。ベルでお願い。さあ、ちょっとやる？お願いします。やっぱここの回避するかしないか、だいぶ大きいんで。いいよ、ランラン自分のペースでね。うん。なんで人のダイエット失敗するんだろうね。今日グダグダで面白いね。やっぱ緊張してるって面白いね、ずっと。まあそうだね、今日だから投資が今私が41か、うちが1万4000くらい入ってて、うん、相当入っちゃってるから、うん、ね、今周り見て、まあ、ここまで入ってるとさすがにもう確実に期待値あるやつ打ちたい、うん、からこれ以上まあ耕すのは無理だから、そうね、日暮らしを打つか、まあ、どうするかっていう話。そうね、まあ、これがさ、こういう番組じゃなかったらもういいや知らねっつって大工の原作打つ可能性あるけども、うん、そうじゃないから、うん、だったらまあ今日はもうそうね、ボコボコな日が、まあ2人で頑張ってもダメだったっていうので、うんうん、まあやめちゃってもいいかなとは思う、うん、やめましょうか。やめよっか。うん、そうしましょう。実践終了。お疲れ様でした。急に可愛い雰囲気出しましたけども、本当にね、まあまあもしかしたらですね、うん、大逆転もあるかもしれないので、一応結果見てみましょう、うん、いきますね、投資2万やばい、2万5000枚だったらやばい。それはやばいやばい、うん、どうやったらそんだけ投資できたの、しかも、うん、円でもないのそうなの。2530枚、回収213枚のマイナス2317枚。大敗だ。だいぶ負けましたね。いやでも、うん、なんていうの、うんうん、もうこれは言い訳でしかないけど、うん、もうリスクは取れなかったのね。なんていうの、おおお、本当にどういう狙い方していいか分かんない状態だったから。なるほど、まあ、要は一発台に行く理由もないしってことだよね。まあ、ちょっと出てるからって言って、うん、その機種を攻めるわけにも、まあちょっとね、うんうん、途中からはもう投資も行ってたし動けないっていう状態で、うんうんうん、まあもう粘るしかなかったと思うのよ東は、はいはい、出勤してます。鬼引き今日、鬼引きは絶対にまだ寝てる、うん、絶対にまだ家で寝てる。多分猫と寝てると思う。いやそうやと思う。なんか猫をなんかふわふわで気持ちいいって言ってたの。そう気持ちいいなって言って、で多分まだ多分6時あと1時間後ぐらいに起きるのかなと思って。もう遅いから起きなくてもいいよ。でもこれそれで言うと、うん、この台じゃなかったらもっと行ってましたよね、うん、
とは思う。そうだね、そうだそうだ、もうそういう言い方しかないよ、こっちとら。だからできないですけど、まあ、今ねちょっとどこどこに遠くに出かけたらできないですけど、まあ、気持ちやっぱ滝行ですよ、いや本当にね、これがちょっと滝行だね、本当に。そうですよ、もうさエンディングを終わりたくないもんね、ちょっとね。なんとかここでね、なんとかなんかこう取れ高取れ高みたいな感じ、ね、踊っとこうかなとかさ。踊る、なんかちょっと下ネタで言った、大丈夫ですか、言ってね、言っていい、下ネタで。いいよ。なんか TikTok で一個流行った振り付けがあって、うん、別にそういうつもりじゃなかったんだけど、うん、そういう風に見えるから、うん、っていう理由で流行った振り付けがあるの、うん、それで大見原さんにやってもらった。なんでうちなん、まさみんでいいじゃん。いや二人でやりましょう。いやもう覚えてるでしょ。一緒にやりましょう二人で。じゃあ一緒にやる。でそれを罰ゲームとしてご覧いただけたらと思います。はい、次回こそ勝てるよう頑張りますので、引き続き見放さずに応援してください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。